長島明11月30日隊は日本の銀行家、元中国銀行頭取。り、東京都中野区出身、東大法学部卒業後日本銀行に入校、外国局総務課長、国際局長等、国際畑を主に歩んだ。1993年には同行筆頭理事に就任するも、その後内定していた副総裁昇格を取り消された。 これは1998年に発覚した日銀接待汚食事件で内部に逮捕者が出たための人心一心が狙いとされたが実のところは夫人が真珠のネックレスの糸替えをめぐって都内の真珠販売店と金銭トラブルを引き起こしそれが民事訴訟まで発展。挙句には詐欺と恐喝で書類送検に及んだことが週刊誌等で 代々的に報道されたため、プライベートのことながら、スキャンダルを嫌う日銀の体質上、重大視され副総裁小核の取り消しへ繋がったと、される。その後長島は、日銀を自主東京会場に顧問として転じた。一方当時中国銀行では、12年弱の任期を務めた稲葉幹事会長検討取が、会長選任となり、プロパーである山本義明が、 東踊に昇格したばかりであったが2000年に入り、山本が病に倒れ、3月には稲葉が再び、東踊を兼務する形で復帰していた。稲葉としては、早々に公認の目処をつけたいと考えていたところ、1983年から2年間に、渡り日銀岡山支店長を務めていた長島亀に、泊まり、金融業務に精通した上、岡山に一縁があり、 地元経済界よりも受け入れられると考え、甘下りではなく、あくまでも人物本位での先行とのことで2000年6月、同行としては54年ぶりの外部出身者として、頭取りに就任した。トップ在任時においては、証券市会社の設立や、経営改革に取り組むも、メイン先企業である林原の経営破綻に伴う、業績悪化のため2011年退任した。 毎日放送などの在販ラジオ局向け CM には、長島自らが出演していた。AB、日本金融通信宿冊版37班2000年、日本金融通信社2001年、週刊ポスト1998年1月16日号、週刊文春1998年3月12日号、4月2日号、 日本経済新聞2000年8月24日、中国銀の長島東取、退任英雄志先破綻で引責。共同通信。 http://www.47news.jp:/cn/201103/cn2011032901000801.html2013 年9月20日閲覧。林原問題で、中国銀けじめの一新代表権者総大臣。日本経済新聞。 h t t p w w w n i k e i c o m スラッシュアーティクルスラッシュ t g x n a s j b 2 9 0 4 h z 2 4 1 1 a 3 l c 0 0 0 2 0 1 4年11月20日、閲覧。ありがとうございます。